はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、昨日からね、取ろうと思って解凍していた食材があったんですけど、今朝ね、こうバッと起きたらパン食べたいなと思って、一回ね、それは冷蔵庫に戻しまして、パンを買ってきました。でいと、今ちょっと朝一にね、ポンパドールさん行ってきて、大量のね、パンを買ってきたんで、今日はこれを食べていきたいと思います。ちょっとね、量が多すぎるので一旦ね、全部並べます。はい、ってことでね、こんな感じでパン揃えました。めっちゃあるんですけど、買いすぎたこれ食べきれるのかな、ちょっとわかんないけどそれでは早速いただいていきます。いただきます。まずはじめに、ちょっと甘くないのかなと思うんで、塩バターロールはこんな感じでございます。僕ね、これめっちゃ大好きなんですよ。これうまくない？いただきます。うん、うまいね。うん、この生地って独特ですよね。で、上側がフランスパンじゃないけど、こう固めの食感に、中はねクロワッサンみたいなふわふわした食感、塩がまた効いてていいね。うん、うん、とりあえずこれラスクとりあえずこのラスクも、うん、うまい。なんかラスクって無限に食えません？なんか黙々と食べちゃう。で、今日先に言っときます、あんまりね、商品名が分かってない。食べたいのを取ったからね、名前がよく分かんないです。これ続いて、これなんかイチオシみたいな感じでお店の前に出てたんですけど、なんかね、レモンのなんかクリームパンみたいなやつらしいです、多分うん、うん、クリームが飛び出た。あのね、めちゃめちゃクリームがぎっしり入ってる。噛んだところですいませんね。こんな感じでね、もう中が全部クリーム、隙間がね全然ない。うん、またね、結構甘いんですけど、レモンの酸味が効いてて程よい甘みに感じる。甘いんですけど、なんか飽きのこない味わいになってますね。いい酸味。次にこれ、こうクリーム系、なんかクリーム系の、多分まあデニッシュ生地のやつですね。うん、甘さも上品ね、これ。うん、キャラメリゼしたようなナッツがね入ってて、この風味がねすごいいいです。ちょっとね、喉に詰まる。今日はね、牛乳用意しました。パンに牛乳合うな、うめうん、次どうしようかな。名前は、ツイストドーナツみたいなやつみたいなやつ。よし、うん、うまっ。揚げパンファンなら全員好きなやつ。うん、うん、うまい。で、これ塩バターロールのね、なんかミルク入りのやつですね。これもうまそう。うん、うん、甘じょっぱ、うまっ。うん、でもこの減る速度を見てると、お腹いっぱいは多分大丈夫そうですけど、やっぱパンってね、弾力があるんで、顎がね、もうすでにちょっと疲れてる、うん、ではお次にこのメロンパン、確かクラシックメロンパンかなって商品ですね。デフォルトのメロンパン、
昔ながらの。あら、今食べたパンの中で一番ね、重い、ぎっしりしてる。じゃあ次、ちょっとこれもメロンパンなんですけど、クリーム入りのやつらしくて、なんかメロンクリームみたいのが入ってるっぽいですね。よいしょ。あ、しっとりしてる。うま。これうま。ちょっとね、甘えの続きだったんで、休憩にクロワッサンを。これはね、絶対に外さないから。あ、めぇ。やっぱりクロワッサンは外せないですね。うめえな。お次にこちらのアップルパイを。あ、うまい。なんかこのアップルパイね、なんか軽いの。酸味がね、ほんのりあって何かなと思ったら、中にね、レーズンが一緒に多分コンポートされてて、これがね、いい感じ。うまい。次にこれ、チーズが入ったやつ。これ本当はね、一回トーストとかすると中のチーズがもっと溶けてうまいと思うんですけど、今日はねこのまんま。十分前でも、うまっ。食感がすごいね。弾力がね、すごい。やっぱりこれは一回お家で焼いてね、サクサクカリカリにした方が絶対おいしい。で続いてこのコーンパン、ちょっとね、ほんのり黄色なんですよね。これもでもうまそう。中なんか入ってんのかな。あ、入ってない、入ってない。お、これもうまい、うまい。パンだけじゃなくてこのコーンのほのかな甘みもあるんで、これ美味しいですね。ではちょっと次にこのカレーパンね、カレーパン。カレーパンをね、甘口と辛口が売ってあったんですけど、今回は甘口を買っております。ザクザクのパン粉うまいね。うまい。これなんだろう、なんだっけこれ。あれだ、パンでパンおで、なんかショコラみたいな、なんかあのパンにあのチョコ入ってるやつ。おしゃれな名前は僕はよくわかりません。ほんのりね、ビターめなチョコレートが入ってる。甘すぎないですね。これいい。一応これで買ってきた全種類は食べたかな。あとはね、普通に食べるだけなんですけど、もうね、顎がね、疲労感すごい。すげえ疲れた。チーズと。パンの大食いって結構大変ですね。量はね、正直食べれないと思います、あんまり。よいしょ。結構ハード食感のものが残っちゃったな。
ここに来ての塩パンはね、だいぶハード。そしたら今日も出しちゃうしかないですね。うん。ってことで、作ってきましたラーメン。これ辛いんですかね？僕食べたことなくて。この日清さんの激辛味噌あったんでね、買ったんですけど、匂いはね、そうでもないんだよな。あ、辛い辛い。あ、でもうめぇ。うめぇ。うまい。これすすったらむせるレベルではちゃんと辛い。ちょっとパンに戻ろうかな。しょっぱいの入れたから甘いので、よいしょ。こっちのメロンパンめっちゃ好き。牛乳も2本目でございます。1本飲めきちゃった。で、ラーメンと。伸びちゃうからね、こっちはね。これね、めちゃめちゃうまい。あれ、これ限定商品なのかな。期間限定じゃなかったら、これいっぱい買いたいな。やった。これスープにつけたらうまいかも。甘辛。あ、この組み合わせうまい。味噌がずっといる。これ激辛味噌がずっといる。こちらは完食でございます。で、カレーパンと。これめっちゃうまいんだけど、で、お次にというかラスト、はい、ラスト、この子牛乳合うな、やっぱり。うん、はい、ごちそうさまでした。はい、ということで本日も完食いたしました。パン食べたいって時に急遽ね、予定を変更してパン買ってきてよかったです。めっちゃ満足、大満足。やっぱりね、ポンパドールさんって甘い系からしょっぱい系から全部うまいので、お店行くとね、毎回迷っちゃうんですよね。まあでも今日撮影だからってことでね、もう食べたいパンを好きなだけ買ってきたんで。もうね、幸せすぎました。まあよくね、駅前とかにあるお店なので、ぜひね、気になる方、まあてか好きな方いっぱいいると思うんですけど、今日のお仕事の帰りにでもポンパドールさんに寄って好きなパンを買ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。